こんにちは、滝です。進撃の巨人124は評価読みたんですけれども、今回も非常にやばい内容でしたね。もう、見終わった今1時10分なんですけれども、見終わった余熱で、全部まとめて、解説していこうと思うので、ちょっと荒い部分とかあるかもしれないんですけれども、ご容赦ください。ということで、124はネタバレありで語っていきます。今回の主な見どころとしては3つありまして、1つ目が、とあるキャラクターが死亡したこと、で、2つ目が、とあるキャラクターが暴走したこと、で、3つ目が、とあるキャラクターが復活したことということで、この辺についてですね、それぞれについてネタバレありで語っていきます。ということでやっていきます。で、今回のポイントとしては、まず一つ目ですね。ピクシスが死亡しました。ピクシス司令、ついに死んでしまいましたね。アルミンが、ここまで僕たちを導いてくれたのはあなたです。ゆっくりとお休みくださいっていうふうに言っているんですけれども、アルミンが最後、自らの手でとどめを打った形になります。で、アルミンとかエレンを、その物語の前半で最初に助けてくれたのって、誰かっていうとピクシス司令だったんですよね。で、アルミンとエレンを信じて、任務を始めてくれて、そのおかげで彼らは、壁代の人々に敵と思われずに助かって、今の状況があるんですけれども、ということで、ある種恩人でもあり、物語を最初引っ張ってきた人物の一人ですよね。ということで、そんなピクシスに対してアルミンが自らの手でとどめを打ったということで、非常に泣ける、そんなシーンになっていました。で、二つ目ですね、ナイルさんも地味に死亡していましたね。これ気づいたかちょっとわかんないですけど、ガビを襲った、その巨人っていうのがナイルでしたね。ということで、ナイルも、今までいろんな役割はあったんですけれども、今回死んだということで、特にその兵団の上層部の人々が、今回のその騒動で、ほぼほぼみんな死んでますね。ザックレもいなくなってますし、エルヴィンももちろんかなり前にいなくなってますし。ということで、今後、パラディ島内での、改めての政治体制がどうなるのかっていうところが注目ポイントかなというふうに思います。で、今回二つ目の注目ポイントが、コニーの暴走ですね。今、アギトの巨人の力を受け継いだファルコがいて、そのファルコを、誰が食うかっていうような話になってるんですけれども、コニーが暴走してですね、自分のラガホ村の母ちゃんに食わせるって言って、ファルコを奪って逃げていきました。で、これって、コニーの母親って今一般人で、ジークのその叫びの力によって、巨人化してしまったんですね。無垢の巨人化して、これどうやら生かされてるような状況です。で、無垢の巨人ってことは寿命は無限なんで、別にそのファルコの巨人を食べなくても、ずっと生きていることはできるんですね。ただ巨人化した状態のまんま。で、しかしですね、じゃあちょっと、今のタイミングじゃなくてもしっかり議論した上で、コニーの母親を助けるかどうか決めればいいじゃないかみたいな、そんな話もある可能性はあるんですけど、この世界においてでは、この世界においては、その知性巨人を一般人が手に入れる機会なんてそうそうないんですよね。ということで、コニーの暴走っていうのは母親を助けたいって気持ちがある、コニーが、知性巨人を偶然手に入れて、今、この騒動の中で自分の母親を助けられる唯一のチャンスだと思って暴走するのは、結構やむを得ないのかなっていう気がします。で、コニーがアルミンにお前だってベルトルトを食ったからっていうふうに言っていて、これに対してアルミンは何にも言えない状況ですよね。コニーが今、私利私欲で動いてる状況じゃないですか。壁内の全体の状況とかはさておき、自分の母親を助けたいっていう自分の思いで動いている状況。これって結局アルミンが助かった時と同じ状況なんですよね。リヴァイがエルヴィンへの友情とか優しさとか私欲とか、あるいはですね、エルヴィンのアルミンに対する気持ちとか、そういった私利私欲というか、自分の考えっていうのを押し通した結果アルミンが生きてるんで、アルミンは何にも言えないっていうのは、これは仕方ないことかなというふうに思います。ということで、コニーの暴走があったという感じですね。で、三つ目、兄が復活しました。もうこれが今回の話の一番の衝撃的なポイントですね。もう何年ぐらい待ったのかな、こんな感じで兄復活したんですけれども、水晶体から出て、ちょっと足を交差させてて、ギリギリ生きてるみたいな、そんな感じの状況ですね。で、33話で、硬質化してた、水晶化してたということで、で今120話超えてるので、約90話ぶりに出たということで、かなり待ちましたね。兄の再登場かなり待っていました。で、この兄というキャラクターはどんなキャラクターかっていうと、兄の父親がですね、この世のすべてが、からお前が恨まれることになっても、父さんだけはお前の味方だ。だから約束してくれ、帰ってくるって、っていうふうに、兄に対して、兄が旅立つ前に言ってたんですね。ということで、
兄の父親っていうのは、まあ、兄に対して厳しい側面もありながら、兄のことをすごい思っていると。で、兄も兄で、パラディ島とかマーレっていうのも、みんな嘘つきばかりだっていうふうに言っていて、まあ、憎んでいる状況なんですね。ということで、まあ、兄の基本的な行動指針としては、その、まあ、今のパラディとかマーレのいざこざはいろいろあるけれども、とにかく父親の元に帰るっていうのが、彼女にとっての一番優先するべき使命となっていますね。で、ちょっと兄の女型の巨人についておさらいすると、女型の巨人の能力って、その今兄がいた状態のように水晶化する、硬質化するっていう能力と、あとはまあ叫びでその他の無垢の巨人をおびき寄せるっていう力と、あとはまあ身体能力がちょっと高いのかなっていう感じですね。で、この女型の巨人っていうのが、じゃあエレンと戦えるのかっていうところが、まあ今後気になるところですね。で、今のその兄の状況に関しては、少なくともエレンの使徒放送みたいな、あのエレンの AM みたいなのがこうみんなに流れてきたわけじゃないですか。あれっていうのが少なくとも聞こえている状況かなと。水晶体の中でも、あのタイバー家の妹がですね、あの潜水の巨人持ってたタイバー家の妹が水晶体の中でもこう意識を保っていたように、まあ兄もなんだろうな、意識をずっと持っていたかはちょっとわかんないんですけど、少なくともあの放送は聞こえていたんじゃないかな。というか多分壁の崩壊の後にあの放送があったので、まあ、聞かざるを得なかったんじゃないかなというふうに予想しています。まあ、聞いてなかったとしてもですね、この後おそらくライナーなり誰かが現れて、おそらく兄に今の現状っていうのをしっかり伝えるはずなので、まあ、兄の判断が問われる状況です。で、そんな状況で兄の行動っていうのがどうなるのかっていうのが気になりますね。で、まあ、二つのパターンがあるかなと思っていて、一つ目がマーレに戻って父親に会いに行く。まあ、先ほど言ったようにですね、兄の一番の目的っていうのは父親に会うことなんで、まあ、これを考えるともう即座にですね、今のこの混乱はさておき、マーレに戻って父親に会いに行くっていうのは全然あり得るかなというふうに思います。で、二つ目がですね、その、まあ、地ならしによって世界中が滅ぶ危険がある。これはつまりですね、その、あの、冒頭で出てきた、あの、兄レオンハートの父親がいるマーレのその国もですね、その国も地ならしによって壊される可能性があるということで、そのマーレの、あの危機を知った上で、あ、じゃあそのマーレの危機を招いているエレンを倒さなきゃなっていう風になる。まあ、このどちらかですよね。で、まあおそらくそのいきなりマーレに戻って父親に会いに行くっていうのは、あの展開的にはないと思うので、まあエレンと敵対するような展開になるんじゃないかなという風に私は思ってます。で、まあ、これが今回の見どころ3つだったんですけれども、まあ、その方が気になるところいろいろあるんですけど、一回ちょっとその話を整理すると、まあ、エレンの使徒放送っていうのがパラディ島の外のユミルの民にも届きました。これ届くのかなっていうふうなところが前回ちょっと気になってたんですけれども、まあ、ユミルの民全員に届くってことですね。で、地聖巨人、アギトの巨人の力を持つファルコをコニーが誘拐して、コニーの母親を人間に戻すためにコニーが、まあ、暴走している、そんな状況ですね。で、ライナーが、まあ、昇進していて、ガビがカヤを巨人から救う。で、サシャの再来みたいな感じでしたね。で、キース・シャーディス教官が自分を裏切った訓練兵たちを巨人から助けるシーンもありました。で、ピクシス司令とナイルが死亡したと。で、フロックが最後の方でですね、イエレナたち義勇兵を集結させる。で、エルディア帝国の復興を目指すっていうのがフロックにとっても今目的なので、それがどうなるかって話と、あとはイエレナがもう、あの、ジークが、その、巨人たちを操っていないというところで放心している状況ですね。あとは、まあ、アルミンが兄の効果能力が解けていることに気づいて、まあ、そこに向かうんじゃないかなと。で、果たして、今、ライナーいない感じがするんで、まあ、兄と接触しているのかというところが気になります。というのが、まあ、基本的な、今回の話の流れでした。で、ここからまだ気になった点がいくつかあるので、どんどん話していきます。で、まず最初タイトルの氷塊ですね。これってそもそも氷が溶けて、後に何も残らないように、疑念や疑惑がすっかりなくなることという意味なんですけれども、まあ、今回のその氷塊という意味は2つあって、あの、ガビとかカヤたちのわだかまりっていうのが、まあ、なくなったっていうのが、一つこの作品、なんだろう、この124話における氷塊の意味ですね。で、もう一つが兄の硬質が溶けるっていう、まあ、物理的な意味もありますよね。あれ、まあ、結局水晶だったんですけど、まるで氷のような見た目でしたし、まあ、その硬質化が溶けたっていう物理的な意味もあります。ということで、まあ、この124話の氷塊ってタイトルは、まあ、そんな二つの意味がありました。で、今回気になったのがガビですね。ガビは、まあ、その、もともとドイツ語で女神とか女性のヒーローって意味なんですけれども、まさにこの後の進撃の巨人の世界において、その、エレンの代わりの主人公になりそうだなっていうような、あの、気がしています。というのはですね、そのエレンと対照的な存在になりそうな描写っていうのが今回ありました。
こんなシーンですね。鏡に向かって待ってるよファルコっていう風に言っていました。これってエレンが戦え戦えって髪を結びながら鏡の自分に向かって言ってるシーンと完全に一緒ですよね。ということで、まあガビとエレンっていうのはおそらくその対照的な存在になる、ある面では一緒だけれども道をどこかで違えるんじゃないかなと。まあこの点についてはですね、悪魔とか森っていう考え方が影響してきそうなので、その点については後ほど語ります。で、まあ、今回、ガビは何やったかというと、カヤを助けました。で、食べられそうなカヤ、まあ、母親と共に巨人に食べられそうな過去を、持っていたカヤなんですけれども、その昔においてはサシャに助けられました。で、今回は、カヤをガビが助けました。で、これってもう、まるでサシャの再来ですよね。ということで、サシャの精神っていうのをガビが受け取っている、そんな風な描写かなというふうに思います。で、この後、ガビが何するかというと、ファルコの救出に向かいます。で、コニーからすると、そのファルコの救出に向かうってことは、コニーと絶対会うわけじゃないですか。で、コニーからすると、その、サシャを殺した人物っていうのはガビなんですね。で、コニーとサシャってめちゃくちゃ仲良かったんで、もうコニーからすると、そのガビっていうのは一番憎いキャラクターの一人のはずなんですよ。なので、その辺の憎しみっていうのが、どう影響してくるのかなっていうところが見どころかなというふうに思います。で、今回の話の重要キーワードですね。まあ、この進撃の巨人の作品は、まあ、いくつかの重要なキーワードがあると思ってるんですけれども、自由とかですね。まあ、憎しみとか。で、その中の一つとして悪魔っていうのもあるかなっていうふうに思ってます。で、今回出てきた悪魔っていうのは、まあ、カヤがですね、カヤとガビの会話の中で出てきたんですけれども、カヤが私悪魔なんでしょっていうふうに言います。で、それに対してガビが、まあ、違う悪魔を私、褒めてもらうために、マーレの人々に褒めてもらうために、人を何人も殺した。で、それが私の悪魔っていうふうに言ってるんですね。で、それに対して、その二人の会話に対してニコロが、いや、悪魔っていうのは俺の中にもいる。で、さらに、言うと、みんなの中にも悪魔がいるから、まあ、そのみんなの中にいる悪魔のせいで世界はこうなっちまったんだというふうに語っています。で、これってもう作品の超重要キーワードで、じゃあこの悪魔っていうところを脱出するためにはどうすればいいのか、その世界の今殺し合いみたいなものが起きそうな状況の中で、それをに、脱出するためにはどうすればいいのかっていうのが、このキーワード森ですね。で、これも作品の超重要メッセージ。というか、まあ、今回の話の一番のメッセージは何かっていうと、この森っていうところだと思うんですけれども、ニコロがですね、その、ガビとカヤの言い争いに対して、まあ、悪魔だ悪魔じゃないって話に関して、いや、森から出るんだ。出られなくても出ようとし続けるんだ。というふうに言っていますね。これってつまり森から出るっていうこと、まあ、それが理想なんですけれども、それ以上に森から出ようとすること、それ自体が非常に重要だというふうな、伊佐山先生からのメッセージかなというふうに思います。そもそも、なんか森って何なんだっていうところがありますよね。森ってそもそも最初に言ったのはサシャの父親なんですね。まあ、森の中から抜けなければいけないみたいな。で、その、出てきたシーンとしては、まあ、ガビが、カヤを、カヤに殺されそうになったりだとか、ニコロがガビを殺そうとしたシーンがあったんですけれども、そのシーンでですね、その、ガビを憎むんじゃなくて、まあ、過去の罪や憎しみを、我々大人の責任で背負って、まあ、そういうのをやめよう、許してあげようというふうに、サシャの父親は言ってたんですね。で、この精神っていうのが、その、今回ガビとか、ニコロとか、カヤにも引き継がれていったというような展開になってますね。ということで、まあ、憎しみ、そういった今って、それぞれの悪魔に対して憎しみを持っていて、その憶しみの連鎖っていうのがずっと起こっている状況です。で、この憎しみの連鎖を終わらせるためには、サシャの父親が言ったような許しっていうのが必要になってきます。で、この憎しみの連鎖が止められるのかっていうのが、進撃の巨人の中の一つのテーマかなというふうに思ってます。で、詳しくは関連動画で、語っているので、そちらを見ていただければなというふうに思います。で、まあ、重要キーワード森って話で、で今回、キャラクターそれぞれについて言うと、ジャンが超冷静でしたね。で今回ってもう状況解説役でしたよね。本来ならアルミンが今までやっていたと思うんですけれども、アルミンっていうのは、一回助けられてから、海を見てからちょっと冷静さを欠いているというか、まあ、ベルトルトの気持ちのせいで、まあ、あれ側に感情移入してんじゃないかみたいな話もありましたけれども、基本的にもともと冷静で解説役だったんですけれども、そうじゃなくなってしまってる状況ですね。で、その代わりを引き受けてるのがジャンというキャラクターですね。で、ジャンはですね、まあ、俺たちにはそのエレンの暴走についてどうすることもできなかったっていうふうに言っています。これってどういう感情かっていうと、まあ、自己憐憫というか、まあ、自分たちはもう仕方ないよねっていうところもありますし、あとはまあ、エレンを憎みたくないって気持ちが、ジャンの中にはあるんじゃないかなというふうに私は感じました。
で、あとはですね、大虐殺の恩恵を受けるのは俺たちだっていう風に言ってました。まあ、俺たちっていうのはヒストリアを含めたですね、まあヒストリアが犠牲にならないようにって話もありましたし、あとはまあ104期生みんなですね、その104期生みんな、あとはまあ調査兵団の仲間も含まれると思うんですけれども、まあその人々っていうのが恩恵を受けて、その代わりに世界は大虐殺に遭うみたいな、そういう話ですよね。で、まあこんな画像はあったんですけれども、結局、画像というか、こんな漫画のコマがあったんですけれども、これって回想シーンで、エレンが本当の本音を唯一語っているシーンですね。正直そのマーレ編の以降って、その、エレンの言葉っていうのはどこまで信じていいかわからない状況なんですよ。そんな中で、少なくともエレンの絶対的な本音と思えるのがここですね。お前らが大事だからだ。他の誰よりもと、104期生と夕暮れの中で語ったシーンであります。ということで、もうエレンにとって本当に一番重要なものは、まあこのシーンなんだろう。まあこの気持ちなんだろうなということはわかります。で、で、ジャンがですね、今ファルコを確保しているっていうことも、このジャンが今すごい冷静だなっていうふうに思います。で、ファルコって、その、読者から見ると、まあ、その、なんだろうな、パラディ島の中の内情も知ってるし、パラディ島側に感情移入もちょっとしている状況なんですけれども、まあ、冷静に見るとやっぱり、アギトの巨人の力を持ってて、不穏分子だったり反逆者になり得るっていうところで、まあ、そんなファルコをですね、しっかりと確保して、しようとしていた。まあ今、コニーの暴走でどっか行っちゃったんですけど、まあ少なくともそうやって確保しようとしていたジャンっていうのはもうめちゃくちゃ冷静ですね。だから今、この、一番、そのパラディ島の中で頼れる、まあ上の人々もみんな死んじゃった状況なので、頼れる人物っていうのはジャンかなというふうに思います。で、今回、地味にめちゃくちゃいいシーンだったのがシャーディス教官ですね。シャーディス教官、めちゃくちゃかっこよかったですね。巨人と対峙した際はただ腰を抜かしてると、教えた覚えはないぞと。立体起動装置をつけろ。まだ旧式が残っている。で、これ、まあ、深読みすると、ある種旧式って自分のことかな、みたいな、そんな邪推も私はしたんですけれども、まあ、とにかくですね、その訓練兵たちを助けたシーンっていうのがあったわけですよ。で、まあ、助けた人物誰だったかっていうと、28巻で出てきたスルマっていうやつですね。このメガネかけたやつなんですけれども、これちゃんと名前があって、まあ、その訓練兵たちが、確かフロックに、その、言われて、誘惑されて、まあ、シャーディス教官をボコボコにするシーンがあったんですけれども、まあ、その中で、その、中のリーダー格の一人みたいな、まあ、シャーディスをいじめるリーダー格というよりは、みんなの意見の代弁者みたいな立ち位置だったキャラクターですね。で、まあ、訓練兵の一人でこんな訓練意味ないと言って、シャーディスをボコボコにしていましたと。まあ、多分ですけど、その直接的な、そのシャーディスをボコボコにした描写というのはなかったですけど。で、改めてシャーディス教官の歴史っていうのを振り返ってみると、まあ、最初の方でですね、出てきた時に、一言目が無能、私が無能なばっかりに、その救うことができませんでしたっていうふうに言って、調査兵団の団長を、まあ、退いたわけですよ。で、自分はずっと特別な人間だって思ってたけれども、特別じゃなかったってことで、エルヴィンに、その調査兵団団長の役目を、交代したって感じですね。で、まあ、それだけ聞くと、まあ、そこまで優れた人間じゃなくて、まあ、自分が、なんだろうな、攻撃されるのが嫌だから退いたっていうふうにちょっと思うんですけれども、まあ、全然そんなことはなくて、シャーディス教官ってめちゃくちゃ大人なんですね。具体的にはですね、28巻で、あえて自分を攻撃するように指示をしました。で、その自分を攻撃するように指示して、実際ボコボコにされて、まあ、訓練兵たちにボコボコにされた状態なんですけれども、まあ、そんなボコボコにした訓練兵っていうのを今回助けたわけですよ。で、これって、その、シャーディス教官の活躍の直前に、そのマルロたちが憎しみのことを話してた、憎しみというかその森の話をしてたんじゃないですか。そういうことで、それで考えると、まあ、この憎しみとかを乗り越えて助けたっていう、まあ、ある種憎しみの連鎖を乗り越えた大人がシャーディス教官だなっていうふうに今回読んでて思いました。あと、おまけですけど、地味に、この、シャーディス教官巨人になってなかったってことは、まあ、立場的になんかワインとか飲めそうだと思うんですけど、ジークの脊髄液入りのワインを飲んでなかったんだなってことがわかりますね。ということで、まあ、シャーディス教官かっこよすぎました。で、まあ、まだ、もうちょっとだけありますね。ライナーの、セリフですね。阻止できなかったエレンに世界は滅ぼされるっていうセリフがあったんですけれども、まあ、これ、かなり、真に迫ったライナーの、気持ちの表現でしたね。で、これまでもずっとそのライナーってエレンは危ないって言い続けたんで、まあ、非常に重みがある言葉でした。まあ、そんな、やっぱりですね、ライナーはなかなかその作者が伊佐山さんがですね、ライナーをなかなか殺さないでずっと生かし続けてるんですけど、まあ、これからもう少しなんか活躍の展開があるんじゃないかなという感じがしますね。
で、今のがライナーの話 で、あとは104期生の気持ちがバラバラです。で、ここも、例えばファルコをどうするかってことに関しても全然みんなで意見が違いました。まあ、104期生って言っても今いるのはジャンとコニーとアルミンと、ミカサですね。その4人の中でも全然意見が違っていて、例えばジャンで言うと、まあ、ピクシー司令を助けるべきだ。まあ、最終的に今死んじゃってますけど、ピクシー司令を助けて、つまり壁内のその、兵団っていうのをしっかり維持しようっていうような考えが、まあ、ジャンですよね。一番冷静に見ているキャラクターです。で、コニーっていうのは、もう私利私欲というか、まあ、母親を助けたいっていう純粋な思いですけれども、まあ、自分のために動こう、母親のために動こうっていうところで、ある種冷静さを欠いて暴走しているような状況。で、アルミンに関しては、いや、そもそもそのファルコを食わせること自体間違えてるんじゃないかって。マーレが、まあ、もう今ですね、エレンのことをもう、アルミンは、なんだろうな、いいと思い切ってるというか、まあ、そういうバイアスがちょっとあるように感じるんで、まあ、エレンの行動は正しいで、エレンの、まあ、大虐殺はやりすぎだとは言ってたんですけども、まあ、マーレが滅ぶ前提で考えてるわけじゃないですか。マーレが滅ぶ前提でライナーたちと協力できるようにするために、ファルコっていうのは生かすべきだっていうふうに言ってますよね。ということで、まあ、この、ジャンとコニーとアルミン、それぞれ3人とも意見が食い違っているで、ミカサはどう考えてるかちょっとわかんなかったんですけれども、で、今後のそれぞれのやることっていうのも、その、今までずっと4人で、行動してたんですけど、変わってくるかなと思っていて、例えばジャンに関して言うと、まあ、フロックが、今またその、イエレナに言って、義勇兵たちを集めてるので、そのフロックに付きっきりになるんじゃないかなというふうに思います。で、コニーに関しては、その、暴走して母親の元に向かっているので、まあ、コニー単独の行動になってますよね。で、アルミンに関しては、まあ、ガビと一緒に居続けるのかなと。ミカサは、ここで、まあ、今までずっと描かれてなかったんですけど、おそらくエレンに会いに行って、その真意を確かめようとする、じゃないかなという気もしますね。まあ、で、アルミンももしかしたらエレンに会いに行くのかなという気もします。まあ、少なくともですね、それぞれ何やるのかっていうところが今後バラバラになっていく、そんな状況ですね。で、地味に泣けたシーンっていうのが個人的にありまして、この、ガビじゃないですね。カヤがですね。カヤが、ナイル巨人を倒してくれたガビを見て、サシャの幻影を見るっていうシーンですね。で、ここも、そのガビの気持ちも、カヤですね。カヤの気持ちもあるんですけれども、まあ、それ以上に、その、ガビが、サシャの精神を受け継いでるなっていうのが一つ。で、このサシャの精神を受け継いでるってどういうことかっていうと、まあ、個人的な見方かもしれないですけれども、まあ、このパラディ島に改めて104期生みんな揃ったじゃんっていう感じがしたんですね。っていうのは、まあ、ライナーも戻ってきてるし、まあ、ベルトルトはアルミの中にいるし、ユミルも、ま、ファルコの中にいる。で、兄も復活した。というところで、まあ、で、その、サシャも死んでしまったけれども、ガビが精神受け継いでるというところで、まあ、みんな勢揃いしてるなっていうふうに気持ちとしてはですよ。そんな風に私は個人的に感じました。進撃の巨人っていうのは改めて104期生たち、まあ、彼らが紡ぐ物語なんだなというふうに実感しました。そもそもですね、その単行本の裏表紙とかでもですね、その104期生たちがみんな立ってる姿っていうのがあって、徐々に一人ずつ消えていくみたいな、そういう描き方されてたんですけれども、これってつまり104期生たちの物語を描きますよっていうふうな、伊佐山先生なりのメッセージかなというふうに私は思ってます。で、あと2個ぐらいですね。すいません。いろいろ長くなってるんですけど。で、エレンの始祖能力っていうのがどこまでできるのかっていうのが今回非常に気になりました。で、エレンの始祖放送、始祖ラジオみたいなのは、パラディ島以外も少なくとも OK でしたね。で、最初に出てたのは、レオンハートさんってことで、まあ、兄の父親ですよね。兄の父親のレオンハートさんが出て、で、最後に、出たのはっていうか、これ、まあ、最初に、漫画内で出たのがレオンハートさんで、最後に兄が出たってことで、まあ、今回その兄の物語が始まるよみたいな、そういう描写だったのかなというふうに思います。で、というか、まあ、すいません、エレンの始祖放送はパラディ島外も OK ってことを伝えたかっただけですね。で、ジークの脊髄液巨人、無垢の巨人っていうのを操れないのか、あるいは元に戻せないのかっていうところが、今回エレンがどこまでできるのかっていうところで気になりますね。で、カヤもこんな風に言っていますね。ねえ、エレン・イエーガーならコニーのお母さんを人に戻せるんじゃないの、始祖の巨人は何でもできるはずでしょ。で、アミはわからないけど、それができたならエレンはここでジークに巨人にされた兵士たちを人に戻してたと思うっていうところで、まあ、わからないんですね。わからないんですけれども、まあ、確かにその巨人に戻せてるんなら戻してるんじゃないかなという気もしますし、
ジークのその無垢の巨人たちっていうのは、まあ操れるなら操ってるんじゃないかなという気もしますよね。まあそもそもそのジークが無垢の巨人を作ってしまうのはある種予定外だったんじゃないかなという気もします。そのジークが叫びの力を使おうとした時にエレンは待てというふうに止めていたシーンが単行本の30巻であったので、まあその辺も考えると、そのジークの脊髄液巨人、無垢の巨人っていうのはエレンは操れないんじゃないかなという気がしています。で、エレンが何できるのかってことで、少なくとも今回分かったのが、鎧を壊すことができたってことですね。で、俺の巨人から鎧を剥がしたように、使徒の巨人は全ての巨人やユミリの民を意のままに操ることができるっていうふうに、まあ、ライナーは言ってるわけですよ。まあ、これってユミリの民を意のままに操ることができるっていうふうに、もう断言してるわけですよね。で、実際、始祖の巨人って今まで何ができてたかっていうと、過去にはですね、その人類の記憶の改ざん、パラディ島の中に住む人々の記憶を改ざんして、さらにはその三重の壁を構築して、あとはまあ確か病気、云々の下りだったと思うんですけど、肉体変化っていうのもおそらくですね、そのユミリの民に対してはしてたんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、ある程度、何でも万能にできるような、それが始祖の巨人だと思うんですけれども、じゃあこれってどこまで本当なのかなっていうところが、本当というか、今エレンができるのかなっていうのところが個人的には気になりますね。一部まあ、そのライナーとか含めてですね、何でもできるっていうふうにエレンに対して言ってるんですけれども、若干ミスリードなんじゃないかなという気もしていて、というのはまあ結局エレンに歯向かうっていう展開が必要じゃないですか。そう考えるとそのエレンに歯向かえる、戦える人物っていうのが誰かいないとダメなんですね。じゃあそれ誰がいるかっていうと、今の段階で確実に戦えるのがまあ、そもそもまずリヴァイですね。リヴァイもちょっとアッカーマンの云々でちょっとよくわからなかったんですけれども、まあ、少なくともそのアッカーマンパワーで戦えるんじゃないかなと。で、アッカーマンがユミリの民かどうかっていうのはまたこれも別動画で語っているので、そちらをちょっと見ていただければと思うんですけれども、あとはマガトですね。マガトは、まあ、ユミリの民ではないので、しかもそのマーレ側なので、絶対にエレンと戦う、まあ、一番その第一候補になるんですけれども、いかんせんやっぱり武力がちょっと足りなすぎる、そんな状況ですね。一応その、ガビが持っているようなライフル銃を使えば、まあ、戦えそうだとは思うんですけれども、まあ、この辺の人々ですね。で、それ以外にも戦える人物が、出てこないと、やっぱりなかなか物語としては厳しくなると思うので、エレンが、その巨人たちを誰でも操れる、巨人たちというか、ユミリの民を誰でも操れるっていうところまでは、もしかしたらいかないんじゃないかなっていうのが、私のちょっと個人的な感想ですね。で、最後に、小ネタとして、ブレイキングバッドってドラマ知ってますかね？エミー賞とかも取った、もうめちゃくちゃ面白いドラマでして、伊佐山先生も、ブレイキングバッドと、あとは、ゲームオブスローンズ、この二つっていうのがもうドラマの中でめちゃくちゃ面白いっていうふうにブログなんかでも語ってるんですけれども、そのめちゃくちゃ面白いドラマ、ブレイキングバッドっていうのに出てくる悪徳の弁護士、ソウル・グッドマンっていうのがいるんですね。そのソウル・グッドマン、確実に今回ソウル・グッドマンを元にして描かれた巨人がこれですね。これもう本当、ブレイキングバッドファンじゃないと気づかないと思うんですけれども、こんなキャラクター、巨人がいましたと。で、これがちょっとした小ネタでした。で、今回気になった点は以上で、まあ、次回以降の展開で気になるところも、めちゃくちゃ長くなってきたのでサクサク進みますけれども、まあ、マーレの残党たちどうなるのかなっていうのが気になりますね。で、マーレ兵は全滅してジーク巨人も一掃したっていうところなんですけれども、まあ、ジークとかピークとか、マガトはどこへ行ったのか。で、そもそもそのピーク巨人の、車力の巨人の力はそもそも溶けているのか、鎧は溶けてましたけど、まあ、9つの巨人の力っていうのは溶けているのかっていうところが気になりますね。で、あとはまあそもそも今どこにいるのかっていうところももちろん気になるところです。で、フロックの考えっていうのも、どうなるのかなって。イエレナに義勇兵を集めて、全員拘束するっていうふうに言っていましたよね。で、結局フロックって安楽死計画って知ってたんだっけかなっていうのをちょっと、自分でもわかんなくなったので、その辺も一回考えてみようかなと思います。で、あとはまあフロックの目的としては悪魔を蘇らせる。あとは単一民族主義ですよね。ユミルの民こそ最高でエルディア帝国復活だみたいな。で、これってやっぱりその歴史を見ても物語的にも絶対間違えな考え方じゃないですか。ということで、まあそろそろフロックって退場するんじゃないかなと。そうなると、まあイエレナっていうのがフロックに対してもう一波乱を起こすんじゃないかなというふうな私は予想しています。で、そのフロックに対してジャンはつきっきりになるんじゃないかなというような予想ですね。あとはまあヒストリアそろそろ出るんじゃないかなって、コニーが今向かってるその母親の元に行く途中とかでもしかしたら出るんじゃないかなっていう気がちょっとしてますね。そろそろ
あの出番があって、描かれなきゃいけないシーンっていうのがあります。それ何かっていうと、120話でエレンの記憶の断片の中で映ったヒストリアの絵があるんですね。それが、まあ、泣いてるようにちょっと見えたんですけれども、まあ、割と大きめのそのかけらで出ていたので、そのシーンの意味っていうのが、そのエレンの過去の中で絶対あるはずなので、それがまた改めて描かれるんじゃないかなという気がしています。あと、リヴァイですね。リヴァイは絶対生存しているはずだと私は思っているんですけれども、リヴァイは生存していて、まあ、怪我は負ってるにしても、エレンの放送っていうのが聞こえているはずなので、今後どう動くのかなっていう、まあ、ところが、ハンジも含めてですね、気になるところです。でそもそもやっぱり、まあ、一番のポイントはここかもしれないですね。始祖、エレンを倒す方法なんてあるのかって、仮にですね、そのユミレの民の人々が、みんな操られた状態で、エレンに歯向かえない状況だとしたら、もう、マガトぐらいしか戦える人ってなかなかいないじゃないですか。それだとやっぱり厳しいので、まあ、何かしら、その、ユミルの民たちもエレンに歯向かえるような設定っていうのがあるはずなんですよね。そこが何かなっていうところが気になりますね。あと、ま、世界の動きですね。今って、その、マーレ国の中で、ユミルの民たちに放送が通じたっていうのは分かったんですけれども、それ以外の人々に、情報が言ってるのかとか、その彼ら、ユミリの民たちが世界中にちゃんとそれを伝えているのかっていうところが気になりますね。あとは、清美とかも、まあ、この状況に合わせて、パラジートの方に向かってくるのか、またなんか別の暗躍をしてるのか、その辺もおそらく描かれるんじゃないかなというふうに思います。あと、ま、そもそもの根本的な疑問で、壁の中の巨人たちって海渡れるのみたいな、海に近づかないって習性が無垢の巨人たちにありましたけれども、その壁を作っていた巨人たちって海渡れるのかなみたいな。まあ、この辺はさすがに、ここで海渡れませんでしたみたいな、そんなオチはないはずなので、絶対渡れると思うんですけれども、まあ、どんな風になるのかなっていうところがちょっと気になります。で、以上なんですけれども、まあ、最後にですね、まあ、とにかく一人でも多くの人にこの進撃の巨人、今、私30分かけてめちゃくちゃ長く語ったんですけれども、まあ、とにかくリアルタイムで見てほしいなっていうふうに思っていて、12月9日ですね、今回単行本30巻が発売されて、さらにマガジンポケットっていうウェブサービスで、まあ、2話続けてですね、見ることもできるんで、まあ、周りの人にですね、進撃の巨人まだ読んでない方とか、まあ、途中まで読んだ方とか単行本派の人がいたらぜひともですねやっぱり布教してみんなで進撃の巨人最終話おそらく2020年になると思うんですけれどもそこをまあみんなで迎えられたらいいかなというふうに思っています。で最後にですねチャンネル登録とかグッドボタンしていただけると、まあ、私のチャンネルまだ開設して2ヶ月ぐらいでまだ登録者600人ぐらいなんですけれどもまあどんどん増えて今後もですね進撃の巨人含めていろんな作品についてこういうふうに熱く語っていきたいと思うのでぜひ登録していただいて応援していただけると嬉しいです。で、まあ、また別の考察動画もどんどん上げていこうと思うので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではまた。